やってきました。キャラバンという名の複合施設、こちらはね、静岡県浜松市住吉の方にねあります。2024年6月28日にねオープンしたばかりのね複合施設っていうのかな、飲食のね3店舗入ってます。コーヒーのお店とお餅屋さんとカレー屋さん、どんな感じなんでしょう。すごくねおしゃれなお店で、女性のお客さんがねすごく多い。今日はねこちらでランチがっつりやってきます。それでは店内行ってきます。お、すごくおしゃれな空間、外を眺めながらね、カウンター的なスペースもあります。木のテーブルがたくさんあります。女性ばかりのねおしゃれな店内、こんな感じでねカレー屋さんとねお餅屋さんとコーヒーのお店入ってます。さあ、こちらの窓際のカウンターお邪魔します。キャラバンメニュー表、この中にね3店舗のメニュー全て入ってます。キャラバンとはね、自宅ガレージに作ったような和テイストガレージ、昭和から続く伝統の味を新しいスタイルで、ありそうでなかったコーヒー×餅菓子×カレーっていうね感じで3店舗入ってます。こちらね静岡県浜松市中央区住吉にあります。駐車場は店前に14台停めれますと。営業時間はね11時から19時までやってます。定休日は各店舗違うんだって。こちらが餅屋さん、土屋餅カフェさんのねメニュー、お雑煮セットお餅セットっていうのがあってね、あとはねお団子5本セットにみたらし団子2本単品っていうのがあります。お、これはかき氷もやってます。かき氷、紅ほっぺいちご、宇治抹茶好き、北海道小豆、沖縄黒糖黒蜜きな粉だって。へー、あとトッピングにね小豆と練乳できます。これから暑いからねかき氷もいいね。あとはねわらび餅ドリンクだって。ドリンクメニューもあります。あ、わらび餅単品もあるんだ。バターあんもなかレーズン入りっていうのもあるね。あとはねこちらカレーハウスブータンセカンド、カレーハウスブータンの2号店なんだね。創業はね1963年なんだって。浜松市梶町にある本店カレーハウスブータンが挑戦する新しい形のカレー屋ですと。へー、そうなんだ。よしよし、カレーを食べるか。カレーメニュー出てます。ビーフカレーが中辛1100円、カツカレーが中辛1200円、ヒレカツカレーがね中辛で1600円だって。でもね中辛って言ってもね、お子さんでも食べれるぐらいのね優しいね味のカレーなんだって。メニューは3種類なんだけど、大盛りがねプラス200円でできて、カツのトッピングがねプラス400円でできるっていうことだったんで、ビーフカレーがねいろいろね野菜とかお肉が入ってるカレーで、カツカレーはカレールーにねとんかつが乗ったやつね、ヒレカツカレーはカレールーにヒレカツが乗ったやつということで、僕はねビーフカツカレー大盛りにして、そんな感じでカレー食べてきます。あとはこちらコーヒー屋さんね、トランシットコーヒーロースターっていうお店かな。いろんなコーヒーあります。クラフトビールなんかもあるんだね。あ、お豆の販売もしてるんだね。はい、メニューはそんな感じでございます。メニュー紹介している間にね、来たよ来たよ、これほらほら、ビーフカレーの大盛りかつトッピングでございます。こんな感じね、美味しそうだね。さあ、それではいただきます。スプーンで食べていきます。おお、お野菜がいろいろ入ってるな。ちょっと一口カレールー、あ、
本当だ。ちょっとピリッとするけどね、全然マイルドなカレーだね。ほら、ご飯とカレー。うん、うまい。これがあれか、これが1963年創業の味か。おお、パプリカもいいね、食感がいい。大きめのじゃがいも、うまい。ロースカツも食べてみようかな、カレーソースをつけて。カツはね、でっかいのがデーンと持ってるかと思ったらね、可愛いのが2つでした。女性向けのおしゃれなやつだね。あ、ほんとカレー食べやすい、全然辛くない。はい、ソースあります。とんかつにソース、ソースをかけたね、とんかつ。どこまで、あ、うまっ。あ、うまい。ズッキーニか、うん、ナスも入ってるね。ナスもカレーに合うね。牛すじが入ってます。牛すじ、うわ、牛すじ柔らか、うまっ。はい、またまたじゃがいも、とんかつ、人参も入ってます。野菜の食感がすごくいいね。中辛って書いてあったけどね、全然大丈夫。もうちょっとね、汗が吹き出てくるかなと思ったけど、全然。これなら、ね、子供でも大丈夫だね。いや、牛すじが本当に柔らかくて美味しい。カツも美味しいけどね。大盛りにしたけど、パッと見大盛りに見えなかったでしょ。でもね、食べてるとね、ちゃんと大盛り、もうお腹結構溜まってきたもん。この後ね、もちカフェのね、お団子とかね、たっぷり食べようと思ってるけどね、結構きついかも。カレーラスト。はい、カレー完食。ごちそうさまでした。さあ、それでは第2弾、土屋もちカフェさんのお雑煮セットか、団子、みたらし団子、どうしようかな。まあ、おすすめを頼んできます。聞いて、頼んできたよ。お雑煮セット1100円とね、ひねつきのお団子、お団子5本セットとね、みたらし団子2本単品っていうのをね、頼んできました。あとはね、せっかくなんでね、コーヒーのお店もあったんで、今日のコーヒーかな、今日のコーヒーはスタッフにお尋ねくださいってあるけど、ね、夏季限定メニューのコーヒーがあったんでね、それをアイスコーヒーで注文しました。コールドブリューコーヒー。はい、わかりました。水で12時間じっくり抽出してて、はい、苦味成分が出ない感じで、はい、甘みがすっきり。そうなんですか、わかりました。お団子頼まれます。はい、お団子とばっちり。あ、お団子と合うパターンで、わかりました。ありがとうございます。そんな感じ。お団子と合うコーヒーなんだって。水で12時間かけて抽出とか言ってなかった。すごいコーヒーでございます。いただきます。うん、おー、コーヒーの深い味わいでございます。はい、来たよ来たよ。これお団子セットでございます。お、わらび餅もついてる。きな粉にあんこ、これなんだろう。あ、醤油と海苔か。あとは抹茶にみたらしね。お、なんかほうじ茶みたいなのもついてる。うん、ほうじ茶か。いただきます。さあ、何からいこう。左からいこう。
きな粉。ん？これね、さすがお餅屋さんだね。団子がね、全然違う。もうね、餅感がすごい。あんこ、こしあんか。一口サイズで食べやすいね。これは醤油と海苔かな。うん、ああ、うまっ。ああ、懐かしさがある味だね。さあ、抹茶、濃くて甘い抹茶、最高だね。おじちゃん飲みます。おお。さあ、みたらし、みたらしだけしっかりあったかい。タレ結構濃いめ、うまい。さあ、わらび餅、うん、ああ、美味しかった。団子セットいただきました。結構お腹たまらないこれ。まだあるよ。お雑煮セットでございます。でっかいお餅が3つぐらい入ってるって言ってたからね。さあ、それではいただきます。お、なにこれ、かつお節とか入ってるじゃん。ぶっかけますよ、当然。お雑煮はね、いいよね。ほらほら、おお、さすがお餅屋さん、伸びるね。いい伸びしてます。いただきます。うん、美味しい。ああ、うん、うちのね、田舎のお雑煮とはちょっと違うな。ちょっとだけね。うちのお雑煮はさ、白菜しか入ってないからね。そんなね、おしゃれなかまぼこや人参なんて入ってません。まっ。わらび餅、はい、ほうじ茶、はい、完食。はい、まだあります。みたらし団子でございます。え、これ追いみたらし、これもしかして。ほうじ茶ついてます。もうほうじ茶だけでね、お腹パンパンになっちゃうね。お餅とコーヒーが合うって言ってたからね。コーヒー飲みます。ああ、多分合う。ちょっとね、お腹いっぱいすぎてよくわからなくなっちゃった。さあ、最後、みたらし団子食べます。これ何なんだ？え？これさらにつけてみる？あ、一緒かな。おお、濃い。みたらしが非常に濃厚でございます。追いだれはなくて大丈夫です。そのまま食べます。あったかくて柔らかくて美味しい。焼きたてもっちもちでございます。ほうじ茶いただきます。あ、ほうじ茶もう飲めない。コーヒー飲まないと。コーヒー飲みます。あ、もうなんかパンパンだ。ごちそうさまでした。今ね、時間的にちょうど昼ぐらいのね、ランチ時ですけど、本当にね、女性のお客さんがね、ランチとカフェを楽しめるゆったりとした空間って感じで、足を運んでみてはいかがでしょうか。ということでね、静岡県浜松市中央区住吉がね、新しくできましたね、キャラバンというね、お店でした。バイバイ。